毎年こういうこと言うでしょ、僕、はい、大体1年後に怒られるんですよ。どうですか、ここのところ。ここのところ、寝不足。2023年、いよいよですね。皆さんこんにちは。新人編集ピラの〇〇のここがわかりません。本日は、占星術研究家の加賀美隆二さんをお招きして、2023年の運勢についてお聞きしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。神さん、2022年は星の動き的にはどういう年だったんですか？特に22年っていうのは土星と天王星、はい、これ太陽系の実際の惑星なんですが、うんうん、これ地球を中心にして土星と天王星がかなりこう刺激をし合う配置だったんですね。この土星は、まあ、保守とか今の状況をキープしていきたいっていう、うんうん、昔からのこう延長の人たちの価値観で、天王星っていうのがブレイクスルーとか革命とか、うんうん、新しい世代の人たちなんですよね、うん、だから新旧の交代とか、うんうん、あるいは古い価値観と新しい価値観の入れ替えの時に起こるぶつかり合いの年だったんですね。そうですね。でそれがピークを迎えるっていう形ではあるんですよね、うん、上の人たちも下の人たちもお互いこう歩み寄っていけたらいいかなっていうふうに思ってます、うん、なるほどです、はい、2023年はどういう年になっていくんでしょうか、うん、で2023年いよいよですね、いろんな星が動くんですね。で注目していきたいのは2つなんですが、1つは冥王星という、今まであるものをこう一度こう壊して次に行くっていう天体なんですね。だから過去十数年見てると、リーマンショックの時にちょうど冥王星が1つ前の星座のヤギ座に入ってたわけ、うんうん、そこでまた変化があったでしょう。前の段階だと射手座になるんですけど、射手座が象徴するのは、まあ、グローバリズムとかそういうものなんですね。だから、うん、インターネットが本格的に普及して、で世界がこうつながっていったっていう感じ、うんうん、でヤギ座の時代になって、今度は逆に今までのものをキープしようとする力が強くなったんですね、うんうん、じゃあ今度は水瓶座って何かっていうと、テクノロジーとか、うんうん、あれこう人間なんですよ、ね、だからひょっとしたら今の若い世代とかのメタバースとか、はい、人間って一体何とか、 AI にとって変わられるものと変わられないものとか、うんうん、そういうものをこう考えるようになっていったりするんじゃないかな、その予兆みたいなものが現れる。22年の12月やりきった方がいいこととか。そうですね、ギリギリこの年末。いつぐらいまでですか？クリスマスの直前です。クリスマスの直前までに、はい、12月21日ぐらいだったかな。木星が魚座にちょっと一回戻ってるんですよ。だから魚座の人はこの期間いいですよ、うん、魚座の人はクリスマスまでに何をするのがいいんですかね。何でもいいんですけど、もっと若かった頃の自分をちょっと思い出してみて、うんうん、あの頃やりたかったことをもう一回ちょっと思い出してみるっていうのがいいかもしれない。年末はこう、うん、子供の頃にやりたかったことをやってみるのにいいタイミングなんです。そういうことを思い出す、思い出すタイミング。それがそのままできるとは限らないじゃん、うんうん、プリキュアになりたいって無理じゃん。確かにですだけどなんかやりたかったって思ってたことって、今の自分だったらどういうふうに展開できるかなとか、そうすると2023年の最初に木星が牡羊座に行くんで、はい、牡羊座は12星座のトップの星座スタートなんで、これから新しい12年をスタートしていけるっていう、そういう感じですね。これからの12年のどう歩んでいくかを考えるタイミングにちょうどいいんですね。それでは加賀美さんに各星座の23年の運勢についてお伺いしていきたいと思います、はい。牡羊座の方はちょうど木星が牡羊座に入るんですね、うんうん、で木星っていうのは拡大と発展のラッキースターなので、うん、何か新しいことをスタートするのにいい時です。なるほど。で特に5月の中旬ぐらいまでかな、うん、上半期に何かをスタートさせて、ちっちゃいことでもいいからスタートさせておく、うん、でそうするとこれが育っていって6年後とか、うんうん、その頃の形になる。新しいことを始める子種をまく時期なんですね。そうなんです。で毎年さ、これ12星座の1つの星座、どれか1個の星座が12年に1回のこう木星が入るラッキー星座なんで、うんうん、毎年こういうこと言うでしょ、僕、はい、大体1年後に怒られるんですよ何にもなかったよっていう、ね、でも種がまかれているから何もなかったわけじゃないんでしょうね。おっしゃる通り、話が早い。そうです。だから12年に1回の幸運期ってことは、その時に種をまいとかなきゃいけないですね、うんうんうん、でその半分の6年とか、うんうん、そういう時に振り返ってみた時に、あそこでなんかちょっときっかけがあったことが今続いてるなっていうようなことを思い出してもらえるといいなというふうに思います。牡牛座はいかがですか？牡牛座はですね、後半から新しいスタートの時期になるんですよ、うんうんうん、ということは5月まではこれまでの1年間のこととかをちょっと振り返って、うんうん、心の中をこう整理整頓してみる、うんうん、なるほど。じゃあもうスタートダッシュで始めるというよりかは、上半期はいろいろと自分のことを整理していって、後半グッといく。そうそうそう、こうしとけばよかったかなみたいな、ちょっと後悔と反省みたいなのを持って、どの人にもあるじゃないですか。特に牡牛座の人って割と真面目だったり、うんうん、思い詰めるところもあるので、そういうところはもうちょっと流しちゃ
社ってね、あの無垢のモットーでもありますが、はい、後悔はしても反省はしないっていう逆なんですよ。新しいことが始まるのだからそこは恐れずに大志座の人ってどっちかっていうとスロースターターなんですが、うんうん、23年の5月以降っていうのは動ける時だし楽観的になれるから、うん、なんかチャンスを信じれる時だと思うんですね。大志座の方は後半軽やかに進んでいけるんですね、はい、ポジティブに言っていただきたいなと思います。続いて双子座の皆さんは、はい、双子座の方はですね、もともと好奇心が旺盛だったりフットワークが軽いっていうタイプなんですけど、特に前半その傾向が強くなると思うんですね、うん、で横のネットワークを作るのがとてもいい。僕らの世代だとあんまり偉い人にちょっと厚かましくいくとダメかなとか、うんうん、ちょっとこう萎縮するみたいな時があったりしたこと。全然私もします。萎縮しますなんか緊張しちゃったりします。今の若い方の方が逆にそうかもしれないですね、でも今の双子座の方にとっては、うんうん、まあ、ある種立場とか性別とかそういうものを超えて、それこそ人類みんな兄弟じゃないけど、フラットに行った方がいいと思うんですよ。その方が交流が広がるコツなんですね。そうです。で特にこの時期大事な一つのポイントっていうのは、ちょっと、ね、個性的かなとかユニークかなと思う人、うん、でもキーパーソンになるかもしれないです。ちょっとこうもしかしたら今までだったらとっつきにくかったかもみたいな人にもどんどん話しかけてみると仲良くなれたりするんです。ちょっと引いちゃうなと思ってる人が意外と新しいことを持ってきてくれたり、うんうん、こう自分の刺激になるんです。そうそうそう。続いてカニ座。はい、カニ座の方なんですけども、特に前半なんですが、まあ、カニ座の人にある種スポットが当たる時なんですね、うんうん、ちょっとこれやってみたらとか、うん、これまでやってきたことが認められたりする可能性があるんで、ちょっと厚かましいぐらいでちょうどいいんで、そんなにこう前のめりにいっていいんですね。前のめりに私これやりました、こういうことがしたいですってことをプレゼンしていくことができれば、うんうん、それを絶対に面白いなと思ってくれる人いると思うんですよね。自分を売り込むことでそこにお誘いが入ってくるって感じ、うん、ってことがあると思うし、それから、まあ、オーディションとか転職とか企画をこう持ち込むとか、うんうんうん、でそういうことをやってみると意外と社会的なところで認められたりする年なんですね、うん、はい、続いて獅子座。はい、獅子座の方なんですけど、木星という幸運の星が背中を押してくれてますから幸運期ですね。で特に行動半径を広げるっていうことがポイント。で獅子座の人ってやっぱり自信がもともとある人だけど、逆にウィークポイントとかって、はい、自信が普段あるからこそ、うんうん、ちょっと褒められなかったりスルーされちゃうと、うんうん、傷ついちゃうことがあるんですよ。なんでって思っちゃうんですね。そうそうそう。でちょっと、ね、そこでいじけるって言われる癖もあるから、でそこでいじけない、周りからの雑音みたいなものはシャットアウトして、うんうん、で行動半径を広げていろんなことをやっていけばいいと思うんですよね、うん、それはお仕事的にも旅行とかでもいいんですか。旅行なんか一番いいですね。ちょっと遠くに行くことによって何かが起きたりいいものが見えてきそうですね。特に前半自分の理想を下げないでほしい。自信はそのままでいいんですね、はい、拗ねないことだけ、うん、拗ねないことだけ、理想は下げない、そこを頑張っていただきたいなと思います。なるほど。続いて乙女座。はい、乙女座の方は22年の前半が結構いろんなところに手を広げてしまったかもしれない。であるいは人間関係が広がっちゃったりとか、まあ、たくさん忙しくなったかもしれないですよね、うんうん、23年の特に前半はフォーカスを狭めるっていうか、こう乙女座は逆にたくさんの選択肢の中からこれが大事ってものを選んでほしいんです、ね、うんうん、特に人間関係、人間関係でこう誰が大事かっていうのを選び取っていかなきゃいけないんです、うんうん、1年間は365日しかないから、うんうん、その中でみんなとお付き合いしようと思うとこれやっぱり無理なんですよね。会える人って限られてきますもんね。特にね、こうコロナ以降そうなっちゃったでしょ、はい、でその時にこの人は大事にしとこうということをちゃんとキープして、で深い関係性を作っていくっていうのが財産になると。大切な人との時間を過ごすことを意識するといいです、うんうん、はい。で天秤座の方ですね。天秤座、はい、天秤座の方はもともと社交的、人間関係の力学に敏感というか機敏に動ける人なんですよね、うん、でそういう才能が特に発揮できる時、社交性が、はい、だからいろんな人とつながりが作れる時なんですよね、うん、それから、まあ、これはねちょっと当たるかどうか自信ないんだけど、はい、シングルの人は教科書的に言うとパートナーができたり、うんうん、あるいは結婚に向けて一歩進める、うんうん、そういうチャンス、関係性が一個進むんですね、はい、だから心の中でのフェーズを下げとくっていうのは大事かもしれない。ちょっとバリアってしてるんじゃなくて、うんうんうん、いろんな人と話せる心持ちを整えておくと新しいことが起きるんですね。そうですね。続いていよいよ私のサソリ座なんですけど、そうですね、はい、どうですかここのところ、ここのところ、うん、寝不足、寝不足
それね、忙しい時期になるんですよ。あ、忙しい時期なんですね、はい、楽しいことが増えるから、うんうん、寝る時間が少なくとも楽しめるかもしれない。動けちゃう、動けちゃうけど、うんうん、ちょっとね、仕事の時なんですよ。サソリ座は仕事の時、特に前半ですね、23年前半で、細かいことをコツコツとやることが必要で、うんうん、でその忙しさをなんとかソーティングすることが必要。それはどういうふうにしたらできるんですか？多分プライオリティを決めたりとか、うんうん、それから僕人のこと全然いないんですけど、生活のサイクルをどうしようきちんとするとか、何時以降もうメール見ませんって自分で決めとくとか、そういう、こう区切りがサソリ座には必要なタイミングなんですね。そうですね。でそういうことができると、はい、いろんなことをもっとこなせるようになるし、うんうん、ビューティー運っていうか自分体調をうまく管理できるようになるかもしれません。美しく健やかな体になっていく、はい、整えなきゃ。いやいやいや、いやなんでそう、でも、そこから後半になると、うんうん、また運勢がぐっと上がってくる時期なので、出会い運が広がるはずなので、後半に出会いがこう広がってくるんですね、はい、だから前半いろんなことをこう整理しとくっていうのがポイントですね、うんうん、続いて、はい、伊手座ですね。伊手座、伊手座の方は特に前半、23年前半、楽しいことがいっぱいありそうです。例えばエンタメ、うんうん、まあ、コンサート行ったり、なんかそういうこともできるようになってくるかなっていう。伊手座はもう上半期は結構レジャー的なところにお出かけするのが本当に楽しい時期なんですね。お出かけもいいし、それからもちろんネットでね、うん、いろんなものを楽しむ環境も整ってきてると思うんで、うんうん、まあ、どっちでもいいと思うんですけど、そうライブでもいいし、こう、うん、お家でゲームだったりいろんなことを楽しむのもあり、うん、そうですね。だからできる範囲で、うん、まあ、安全を確保しながらエンジョイするっていうのはいいんじゃないでしょうかね、うんうん、なるほど。続いて、はい、でヤギ座の方にでは幸運のポイントは足元なんですよ。端的に言うと家族とか、うん、あるいは自分のお家の中とか、うんうん、もっと言うと自分の心の中の基盤みたいなものですね、うん、自分がこれまでやってきたことを今ここに支えられているってものを再確認できると一番いいんですよ、うんうん、結構近くにあるものを見つめ直すタイミング。そうです、そうです。だから土台がしっかりすると次飛べるので、例えば単純なことから言うと、僕も人のこと言えないんですけどね、今の自分のお部屋をちょっと写真に撮ってみて大丈夫かなって撮ってみて、もしめちゃめちゃ散らかってたりしたら、うんうん、それが心地よければいいんですよ。写真で見てこれちょっと自分嫌だなと思ったら、うん、ちょっと半日かけて綺麗に年末にでも掃除してみる。半径数メートルから整えていくことを始めて、うん、そう、あとご両親にこのところ連絡取ってないなとか、あるいはちょっとこれ言ってなかったなとかね、うんうん、そういうことがあったら話し合ってみる、うんうん、それからもちろんパートナーがいたらお互い あのパートナーの家族とのつながりとか、うんうん、あるいはご近所付き合いですね。あれ連絡してなかったなと思ってちょっと電話かけてみるから始めるのもいいですね。でそうするとこんなに自分のことを応援してくれてたんだ実はとか、こんなあったかいつながりが実はあったんだと思うと、ヤギ座の人にとっては絶対自信につながる。他で冒険できるようになるんですよ。基盤を整えて次のジャンプアップに備える、うん、はい、では水亀座、はい、水亀座の方は良くも悪くも楽しみですね。どういうことですか？冥王星って星がちょっと足をかけるんですよ、はい、4月から6月ぐらいまでですかね、うんうん、冥王星っていうのは激変の星なので、うんうん、本格的にこの後なんですけど、ちょっと予兆ができて、これまでの自分を大きく変えるチャンスだというふうに思ってもらえればいいと思うんですよね、うんうんうん、だからこれまで眠っていた自分の才能と出会えるかもしれないとか、これまでどうしても嫌だった人のことを、あ、こんないいとこあったのっていうふうに見れたりとか。なるほど。ちょっと本当にこういう分野は苦手だなと思ってたことにも、うん、もしかしたら挑戦したくなるかもしれないですね。なので、自分の可能性を自分で限定しないっていうのが大事だと思います、うん、変化を恐れないのが心構えとして大事ですね、はいはい、水が水の次は魚座です。最後の魚座です。ラスト魚座。で、魚座の方なんですけど、前半は、はい、今までやってきたことをしっかりとこう取り組むことっていうのがポイントなんですね。で、そして土星という星がもう3月から入ってくるんですけど、これは特に前半、魚座の頭の方の生まれの方に、うんうん、特に若い人にとってはいろんなことで自分をテストされるような感覚でも、そこで自信を失わないで、うんうん、あ、このことによって自分の抱えている問題点がはっきりしたんだ、うんうん、今やってることの課題っていうのがクリアに見えてきたっていうふうに考えると次に進みやすいので、試されてるなではなく、あ、こんなところを改善すればいいんだっていうふうに、あるいは自分がやってきたことのこれが問題なんだ、これがやるべきことなんだってことが見えてきたんだっていうふうに思うと、うんうんうん、絶対自信につながるんですよね。すべきことが見えてくるのがいいですね、うん、なので、今自分の中のコンプレックスとかね、そういうものを意識しすぎないっていう、うんうん、溜め込まずにこうむしろこれを外に出していくというか、うん、あとはコンプレックスに思ってることっていうのは実はその人にとってのチャームポイントだったり、あるいは個性だったりするかもしれないから、こうマイナス面だけではないんですね。そうです、そうです。というふうに考えていただけるといいかなと思います。
します。ありがとうございます。惑星座、身近なことを大事にすべきだったり、むしろこう旅行とかで遠くに行った方が新しい刺激が生まれてよかったり、うん、それぞれ楽しそうな23になるといいなと思いました、はい、でこれ一方的にこういうふうに言われたって受け取るだけじゃなくて、うん、僕が申し上げたことを自分に当てはめたらどうなんだろうなってことを自分でちょっとこう想像してみて、うんうん、で皆さんとこちら側からのメッセージとの共同作業で考えてもらえると、うんうんうん、なんか自分でヒントが見つけてもらえるような気がするんですよね。これから23年自分がどうしていくかっていう考えるきっかけになれたらいいですね。だから当たる当たらないだけじゃなくて、はい、自分のことをこう見直すきっかけというか、ね、そういうふうにしていただけるとありがたいです、うん、ありがとうございます。次回は仕事運だったりパートナー運などなどいろんな運勢についてランキング形式で鏡さんにお伺いしていきます。いいと思った人はグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。